カーじゃないキャラクターを無理やりアタッカーにする際気をつけることはありますか？愛情を込めてちゃんとアタッカーにするときに気をつけること。なるほど。とりあえずアタッカーじゃないキャラクターアタッカーにするときも私は攻撃力とダメージバフと会心のバランスを良くすることだ。例えばバーバラをアタッカーにしたいってなったら、バーバラは一応固有テンプで銃撃の倍率は結構高いから、モナよりも銃撃倍率高いんですよね。第2位だっけな、後期の中でも結構倍率は高くてね。だから銃撃型バーバラはまだ型と一つとして理解は私は示せるし、攻撃力とダメバフと会心のバランスを良くしたいんですよ。でバーバラは攻撃力は正直低いです。星4だしヒーラーだから知らないんだけど、そんなんベネット使えば解決するじゃん。ベネットと一緒に使って攻撃力をもろう。ダメージバフはどうする？杯を水ダメージバフの杯を使って 46.6% 稼ぐ。生物は楽団4セットにして銃撃のダメージバフを 35% 稼ぐ。で武器はダメージバフが上がる効果の武器を持たせてダメバフを稼ぐ。で会心は、まあ、私風原点だったら会心率、ルローだったら会心ダメージが上がるから、まあ、これで会心稼いで、あとは生物のクオリティで率ダメを稼ぐ。そうしたらある程度はアタッカーにできるわ。さすがに本職バーバラみたいなヒーラーと星5で、しかも本職のアタッカーのタルタリアとか神里綾人とか、あともなんかぶっ壊れキャラのイエランとかと比べたら、まあそりゃ火力は出ないけど、でもバランス整ってたら火力は出るし、あとはカズハでさらにダメージバフ持って水耐性下げたり、ベネットで攻撃力上げたり工夫をすれば全然アタッカーになれて5万ダメージは余裕です。毎回言ってるけど、原神で大事なのはアタッカーじゃなくてサポーターなんだよねベネットとかカズハとか、正味なんかどんなキャラクターでも無理やりアタッカーにできるかな、サポーターがいれば。ダメージバフと攻撃と会心の釣り合いを取ることを意識してほしい。まあそれはどんなキャラクターでもそう、サポーターでもヒーラーでも自分の推しをアタッカーにするんだったらそうだね。あと通常攻撃を軸にしたいんだったら運金の採用とかな感じです。押すればいけるさ、余裕で。螺旋はそれでもキャラによっては厳しいかもしれんけど、まあ私だったらどんなキャラクターでも12層はいけるかな。